ジョン・ドスパソス、ジョン・ロデリーゴ・ドスパソス、ジョン・ロデリーゴ・ドスパソス、1896年1月14日、シカゴから1970年9月28日、ボルチモアは、アメリカ合衆国の小説家、画家。ドスパソスの父親、ジョン・ランドルフ・ドスパソス・ジュニア、1844年から1917年は、弁護士で、マデーラ諸島からのポルトガル人移民の子。 母親は、バージニア州ピータースバーグ出身のルーシー・アディソン、スピリック・マディソン、被着室氏だった。1910年に、両親は結婚したが、父親が、ドスパソスを自分の子として認知したのはくなる1年前のことで、それまでは、ジョン・ロデリーンをマディソンと名乗っていた。しかし、教育は、申し分なく、1907年、コネチカット州をオリングフォードの蝶とローズマリー法に、 入学。個人教師と共に6ヶ月間、フランス、イングランド、イタリア、ギリシャ、中東を旅し、古典美術、建築、文学を学んだ。1912年、ハーバード大学に入学。1916年に卒業すると、スペインに美術と建築を学びに行った。ヨーロッパで、第一次世界大戦が勃発すると、ドスパソスは、友人の EE カミングス。 とともにノートンイコールハージェス救急隊に志願し、パリと北、イタリアで運転手として働いた。1918年、アメリカ陸軍医療科に編入され、ペンシルベニア州のキャンプ・クレインに軍役。戦後は、パリに配置され、アメリカ陸軍海外教育委員会の許可を得て、ソル・ボンヌで人類学を学んだ、USA 三部作の登場人物も、同じ軍役を経て戦後パリに留まっている。 1920年、最初の小説、バンマン、エスイニシエーション、1917、一人の男の入門1917年を出版、小説の下書きは1918年夏の終わりには完成していた。失われた世代の一人とみなされた。続いて、反戦小説、スリー・ソルジャース、三人の兵卒を発表する。 1925年のニューヨークの生活を扱ったマンハッタンの理解液では意識の流れの実験技法を導入し商業的にも成功を収めた。ドスパソスはアメリカを金持ちと貧乏人の二つの国家と見るようになっていった。世界産業労働組合について好意的に書きサッコ・バンゼッティ事件の有罪判決については二人の死刑をやめさせるため、 アメリカヨーロッパの著名人たちと連帯した。1928年、ドスパソスは社会主義のシステムを学ぶため数ヶ月間、ソビエト連邦を旅行。スペイン内戦が始まると、アーネスト・ヘミングウェイと共にスペインに行った。しかし、共産主義運動についてのドスパソスの考えはすでに変わり始めていて、ヘミングウェイやと決別。後にヘミングウェイは移動縮裁日の中で、 金持ちの友人を連れてきて、自分の愛する地を汚染したとして、ドスパソスを、ブリモドキと呼んで避難した。ドスパソスの代表作、USA 三部作は、北緯42度線、1930年、1919 19年、1932年、ビッグマネー、1936年からなる。新聞の切り抜き、ニュース映画、作者の意識の流れ、カメラの目、 登場人物たちそれぞれのドラマで二十世紀初頭のアメリカ合衆国を虚実をり混ぜて実験的手法で眺望したものである。それぞれの小説は独立しているが三部作としても読めるようにできている。アメリカの政治、経済に対するドスパソスの見方はとても悲観的である。第一次世界大戦の間、どの登場人物も自分の理想を保ち続けることができない。 1930年代中期、ドスパソスは共産主義を非難する記事を書き続けた。ビッグマネーでは理想主義的な共産主義者が党の集団思考によって徐々に消耗し、いには滅ぼされる。しかし、ファシズムに対抗してヨーロッパで社会主義が支持を得たために、ドスパソスの国際的な本の売り上げは落ちていった。ドスパソスは受け入れし、1950年代初期には、 ジョセフ・マッカーシーを称賛していた。それにもかかわらず、ヨーロッパは、ドスパソスの文学への貢献を認め、1967年には、アントニオ・フェルトリネリ賞を、ドスパソスに送った。ドスパソスの審派は、ドスパソスが心情を変えたがために、後期の作品が無視されたと主張するが、評論家の間では、USA 以降、作品の質が低下したということで意見は一致している。 第二次世界大戦中の1942年から1945年にかけてドスパソスは戦争特派員として働いた。1947年には2選ばれた。しかし、その年、悲劇が襲った。交通事故で18年間連れ添った妻キャサリンが亡くなり、ドスパソス本人も片目を失ったのである。二人の間に子供はいなかった。1949年。 エリザベス・ハムリン・ホルドリッジ、1909年から1998年と再婚。翌1950年には、娘のルーシー・ハムリン・ドスパソスが生まれた。子供は、ルーシー・カズトだけである。ドスパソスは亡くなるまで、執筆を続けた。1970年、ドスパソスは、ボルチモアで没死、自宅からそう遠くないバージニア州。 ウェストモアランド・ウン・コープル・パリッシュノに埋葬された。ドスパソスは42作の小説のほか、詩、エッセイ、戯曲、そして400点以上の美術作品を残した。ドスパソスは一線級の小説家になる前は、スケッチや絵画を描いていた。絵は1922年の夏、メイン州のハミルトン・イースター・フィールズ、アートコロニーで学んだ。 それから10年間のドスパソスの本の表紙と挿絵の多くはドスパソスの自作絵である。印象派、表現主義、キュビズムの要素を融合させ、ドスパソス独自のスタイルを創造した。作品は1922年にニューヨークので、翌1923年に同じくニューヨークのガートルード・バンダービルト・ホイットニーのスタジオでそれぞれ展示された。 ドスパソスは偉大な美術家という評価は得られなかったが、一生を通じて絵を描き続けた。作品は、スペイン、メキシコ、北アフリカ、それに、フェルナンデジェ、ヘミングウェー、ブレイズ・サンドラールら親友とよく言った、パリのモンパルナスの通りやカフェを題材とした。1925年から1927年にかけて、ドスパソスは、ニューヨークのニュープラライツ・テアトルのために、 戯曲の執筆と、そのポスター、セットデザインを手掛けた。晩年は、メイン州やバージニア州の家の周りで、絵を描くことに勢力を傾けた。2001年、The Art of John Dos Passos と題された展覧会が、ニューヨークのクイーンズボロー図書館で模様され、その後、アメリカ国内を巡回した。を開拓した Dos Passos の作品は、文学界に多大な影響を与えた。 アルフレード・デー・ブリンのベルリン・アレクサンダー・ヒロバ、ジャンイコール・ポール・サルトルの三部作は特にその手法の影響が強く見られる。サルトルは1936年のエッセイでドスパソスを我らが時代の偉大なる作家と言及している。1968年、ヒューゴー賞受賞のジョン・ブラナーの非コール小説で、ブラナーは架空の新聞の切り抜き、 テレビのアナウンスといったニュースや娯楽メディアからの素材を作品に利用した。ジョー・ホールドマンも似たようなカットアップ技法で、長編、マインドブリッジや短編、ハワード・ヒューズに控えめな提案を書いた。は、英語、現代語学部が制定した文学賞で、毎年、ジョン・ド・スパソス的特徴、つまり、アメリカ的なテーマについての独創的な探求、形式への実験的を、 アプローチ、人生経験への幅広い関心を示す、創造的な作家に贈られる。これまでの受賞者は、クレアム・グリーン、1980年、ギルバート・ソレンティーノ、1981年、トム・ウルフ、1984年、ラッセル・バンクス、1985年、イーアニー・プルー、1997年、リチャード・パワーズ、2003年など。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。